皆さん、こんにちは。漫画家の下田慎です。ということで、今回はですね、10万部の本に書いてみたーという企画やっていきたいと思います。10万部の本っていうのをもうここにある、これよ、これ。ああ、この本を覚えているでしょうか。こちら私が以前出した、書けるようになりたいなら読んでみて、超簡単神話トリュフマサキャラの書き方っていう本なんですけど。だいぶ覚えてよ自分の本なんだから。この本って私はいつも、私の、書き方の本って読んでる。私の書き方の本。神話トリュフ本の書き方だよ、俺。漫画の書き方で読んで。神話トリュフ漫画の書き方。まあ、超略すと神話トリュフ漫画キャラの書き方。本当に言うと、書き人になりたいなら読んでみて、超簡単神話トリュフ漫画キャラの書き方。題名投げらー。これいじりゃいいのよ。こちらの本がですね、なんと累計発行部数10万部を突破しました。おめでとうございます。すごいことよ。これはマジで。すごいね。ほら、私もう漫画を書いて長いから、長年出版の業界にいるけども、10万部ってほんとすごいことなのよ。ああ、すごい。いやだからそれだけの人がね、この本を買ってくれたんだなと思って、本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、ちなみになので、今回はそれを記念した企画をやっていきたいと思います。なので、この本を使った企画、それでは早速やっていきましょう。ということで、早速今回の企画なんですけども、はい、まあ、この本に書くって言ってもね、うん、まあ一体どういうことだって感じだけど、もう書いたんですよ。まあ実はこの本ね、中にね、めちゃくちゃ私の書き下ろしのイラストがね、あるよ。今、パパパパパパーってめくってるけど、あ、こんなところとかにね、こういうところとかに、こう、めちゃくちゃ、っていうか、まあ強いて言うと、この漫画もだし、この書き方の説明してる絵も、これも全て書き下ろしなんだけど、一つとして同じキャラいないの。わ、すごい。これね、私のこだわりなんだけど、この本のね、みんなが見て楽しく学べるように、絶対に同じようなキャラとかシンプルな、なんか誰もがもうスッて描いちゃうようなキャラで作例をしないっていう。だから一個一個がもう別のようなキャラみたいなね。すげー。だから自分がどのキャラ好きかなって探せるように、あえてこう、まあ、こだわって描いたっていうのがあるんですよ。まあ、こんな感じとか、こんな感じで。これさ、下田先生のだってさ、こだわりポイントとか書いてあるじゃん。こだわりのいろんなキャラがいる。なので、今回はこの中の自分的こだわりキャラ、ベスト5。ベスト 5! 発表しまして、さらに1位のキャラに、それぞれ色を塗っていきたいと思います。あ、俺もね。一応 S 君にも1位だけ発表してもらいます。OK。OK ですか？俺もいるんだよな、こんな感じ。じゃあまずもう、早速私のこだわりキャラ、第5位からいきたいと思います。了解しました。はい、第5位は、はい、こちら、いろんな設定の女の子を描いてみようシリーズにあります。この子です。この元気タイプね。この子なんだけど、まあ何が好きかっていうと、なんかね、こう珍しいのよ。元気系タイプなんだけど、垂れ目なの。元気な子ってさ、釣り目だったりパッチリした目にしちゃうけど、垂れ目で太眉にした顔なのに元気っていうの。なるほどね。あとここにパワーって書いてある。洋服のとこにパワーって書いてある。こだわりポイントね。こだわりポイント。でもこだわりポイント違うけどね。お腹チラ見せさせて見どころを作りましたって書いてある。本当だ。そここだわりポイントじゃないから。そこ違った。この当時の心情と今の心情違った。この当時の心情ここだからさ、チラ見せが。これはまあ絵としてのね、見せ場ね、絵としての。なるほどね。まあ、キャラ作りの見せ場としてはここだったっていう感じ。このパワーの女子好きなの。なんか可愛いポイント。可愛い可愛い確かに。ということでこちらが第5位。はいはいはい。で次第4位の発表したいと思います。はい、こちらになっております。出た出た出た、チャイナチャイナ。これはもうだからチャイナな二人組も説明いらないね。私色好きだから説明いらない。ちなみにこの本のいいところはね、このポーズ編の時とかも完成していいだけじゃなくて、ちゃんとこの当たりを引き出してくれてるし、場合によっては手とか変えたパターン、足とか手の形を変えたパターンも提示してるの。私要はこの当たりをみんなが真似て描けば、まあこれとは全然違うけど自分のキャラがこのポーズで描けるよみたいな。しかもさ、思ったのがさ、ここはあえてシーモ先生のキャラで描いてるじゃん、ここはチャイナだからあえてパンダにしてんのね。しかもそう、よく気づいて、こだわりポイントやん。しかもこれシンモトリューパンダだから、これはシンモって新本先生がパンダのコスプレしてるっていう設定なの。ちょいこだわりやん。ポイントも載ってるしね、こう、服の紐に動きをつけるとか、私がちょっと書く上でこだわったところみたいなのね。とにかく、もう理由はない。チャイナです。チャイナだから好きやでしょ。そうそう。はいはい、じゃあ次、第3位いきたいと思います。ここでチャイナ出ちゃったからな、もう。こちらの女の子のイラストです。あー、それね。これね、いろんなポーズを書いてみようの、まあ、シリーズでいろんなポーズを出してるんだけども、はいはいはい、これ。そっちなんだ。うん。こっちはね、猫背男子。俺、猫背男子、これ好きやけどね。猫背男子もこれも、この当たり参考したら書けるけど、やっぱ私はこの髪型が好き。ハーフアップ、ハーフ
フツインテールってだから、ハーフツイン。これ、サムネだもん、この顔いつも。いつも描いてるでしょ。いつも描いてる。しかも、ちょっと強きそうで、腹チラとかしちゃうような、腹チラ短パンみたいので、これ、厚底靴履くような、なんか強きロリータ女子みたいなのが好きなの。なるほどね。で、これも私のたださんに好きな女子。正義女子や。正義女子。ということで、これが第3位です。そして、いよいよ第2位です。はい。じゃん、こちら、この子。これはね、自分好みの髪型を探そう編の、まあ、いろんな作例なんだけども、うん、これね、この男の子ね、いろいろある中のこれ。なるほどね。この前髪が真ん中分けで、うん、後ろがゆるふわ系なんだけど、うん、まあ、私の一番のこだわりは、うん、この目ね。いや、髪型変なのにね。違うんですよ。ポイントがあって、ね、このトローンとした目のキャラを描くときっていうのは、わりかしいつも描く S 君とか、うん、マッシュヘアの男子とかにしがちなの、私。このね、わりかしこの活発系、なんかイケイケ男子のこの前髪とか、ピアスとかね。描かないんだ。男子にこのトローン系の目を合わすことってあんまなくて、いや、いいなと思ってた。シンプルに、あ、これありだなみたいな。かっこいいなと思ってたし、はいはいはい。で、ありだなと思って、この子をちょっと第2位、ね、ちょっと結構私の性癖に刺さったなって、はい、そういうことか、はいはいはい、って書きました。じゃあ1位なんだけど、まあ、私の1位を発表する前に S 君の1位を先に発表してもらいたいと思います。こちら、この、あ、これね、この男子。いや、これね、私も好き。これね、うん、違うんだよね。俺やっぱこの男子が、なんか知らないけどね、うん、めっちゃ好きになっちゃったんだよ。シーモト先生の影響なのかな。このなんかちょっと前髪あって、はいはいはい、なんか後ろの襟足ありみたいなさ、やつのキャラ。はいはいはい、はい、分かる分かる。なんかめっちゃ好きなんだよ、ね。ここちょっと結んでんのポイントだからね。後ろでキュッと結んでる。あ、それは別にいいんだけど。そういうのね、このなんか襟足が長めのなんかこの男子、はい。あとなんかこの表情の顔。はいはいはい。なんかね、俺、シーモト先生の描くこういう男子めっちゃ好きなんよ。いや、私もこれ好き。私もこれ1位にするぐらいちょっと悩むのが好き。でもね、我々の時代のちょっと男子だよ、これね。そうなんだよね。まあ、自分ね、S がこれ選んだけど、私これね、これ、ここがセットになってるやつなの、実は。あ、これ、ツインなのこれ。二人とも T シャツを着てて、こう、デニムみたいな。デニムを着てて、これさ、自分の好みの髪型って髪型を外すロングヘア編だから、男子でこれ描いたら女子だとこうなりますよ、みたいなイメージで、二人のロングヘアを対比で描いてみた。この辺も良いもんなって。私やっぱロングヘアだし、好きだから。いや、うまいよね、やっぱり。好きだから、そうそう。いや、でもわかります。これね。これよかった。じゃあ S 君にはこれを色塗ってもらいたいと思います。はい、じゃあ、いよいよ私の1位の発表です。こちらになっております。どれだよ。この二人、この二人です。あ、そこ。三不機嫌三白眼キャラ、この女の子と、ミステリアス糸目キャラ。これも二人セットなの、ここでね。なるほどね。これ私のもうガッツリ性癖っていうか、なんだろうな、このなんかイメージ双子みたいなイメージで、これは前髪とかもさえ対象になってるでしょ。で、こう目もこっちは三白眼でちょっと釣り気味、こっちはちょっと糸目細めみたいな。なんかこのペアすごい気に入ってんだよね。こだわりがね、あって実は。この二人の髪型、こう下の部分の襟足の下のところの毛がさ、ちょっと違うのね。違うのね。これさ、白黒だと、あ、みんなにここ気づいてもらえるかな、まあ、伝わんないなって思ってたの、実は。だから今回カラーにできるっていうことで、それを色で表現したかったの。なるほど、ね。そうそう。っていうのもあり、この二人にしました。はいはいはい。ということで、私はこれに色をつけていきたいと思います。はい。はい、ということで、色塗り終了しました。残念ながら上のカメラがですね、うん、切れてまして。いや、結構いいこと言ってたんだけどね、俺。塗ってる最中はもう今回見りゃなかったが申し訳ないんだけど、でもしっかり色は塗れましたので、色は塗ってるから。うん、塗った色を今それからそれぞれ発表していきたいと思います。こちらです。おー、いつもの S 君にしてはクオリティがすごく高い。俺頑張ったんだよ、今回。いや、ほんとすごい頑張ってる。なんで T シャツの柄にできたかっていうと、うん、こちら、新本先生の漫画流の描き方を見て、うん、このやっぱ、俺たちのこのパジャマみたいなやつ。パクっただけ。を真似しました。なるほどね。いや、でもいいんじゃない？失敗したところが一つあって、眉毛なんだけど。そうなんだよ。これさ、さっき描いてる時に私に突っ込まれてたんだけど。突っ込まれたんだけど、眉毛はやっぱ髪の色と同じにするべきっていう漫画はね。これ言ってんだよ。本の中で、私眉毛の描き方も説明してて、ここにね、そう。ちゃんと、眉毛と髪、毛の、眉毛の色は髪の毛に合わせるとまとまりがいいよって。書いてあったの。説明していたにもかかわらず、エスカは、まあ、眉毛を黒くするっていうね。まあ、リアリティを追求しちゃったね。そう、リアリティ男子を追求した結果だから。まあ、それはしょうがない。リアルの世界の方だけど。漫画だったらみんなは絶対この髪の色と眉毛を合わせた方がいい。じゃあ次は私のイラストです。はい、あー、いいね。やっぱさっき言ったその、色がちょっと違うっていうのを再現したかった。しかも私の中ではやっぱ上は白髪ってイメージだった。白だったんだ上。下はなんか結構奇抜な色ってイメージだったから。ああ、そうなんだ。なんかピンクと緑で悩んで、まあ結局緑にしてその分ジャージをピンクにした。なるほどね。
ちゃんとそこまで考えてたわけ。そうなのよ。まあちなみにこれ関係く10万部ありがとうって今入れたから。あ、本当だ。なんかいつかこの本のイベントでも会った時はこれプレゼントしますわ、関係くんの誰かに。じゃあ俺もこれアイスくんの記念に、これ記念にいらないとは思うけどね。あ、ちなみにね、この本ね、実はちゃんと S 君の、うん、あの、協力があってできてる本だから。そうなんだよ。ちょっと読んでみてから、これ漫画で、これ漫画がいっぱいあるんだけど。漫画がね、めっちゃおもろいよ、またこれ見てほしいのこれ。漫画がめっちゃあるんだけど、実はこの漫画の中とかにもね、うん、S 君、S 君のイラストがちゃんと入ってくるよね、ちゃんとね。で、そんなことがあったから、ゆえに、執筆協力 S 君っていうね、ちゃんと S 君の名前がここにね、ちゃんとここまで見てみた、ってんだよ、最後のページまで。ここに、万歳やったーっ、まあ、ちょっと気になるのはこのさ、慎吾先生のところの私の絵が水着になってるのはこれ私だってデザイナーさんがさ、やったーから、これデザイナーさんがこれ、デザイナーさんの私のイメージこんなんかなっていうさちょっと腹出てんのもよくない？ちょっとそんなリアルはいいんだけどっていうね、 S 君の協力があって、自分の絵も楽しいけど S 君の絵が地味に積もっちゃうんだよね、いつ見返してもこの本に載ってる。まあっていうのは、ね、うちのチャンネルの本なんか楽しんでもらえたらいいなと思います。そしてなんとですね、まあ、今回なんとこの本の第2弾が決定した、え、して決定しました。2024年冬頃に発売予定。ああ冬頃、ね、明確に何でしたまだないんだけども、まあこれそれぐらいには発売予定ですので、まあぜひ皆さんお楽しみに。マジで書けるようになりたいなら読んでみて、新本流漫画からの書き方2が出るわけ。多分そうじゃん。私もタイトルがどうなるかわからないけど、ということで、とにかく第2弾が決定しましたので、ぜひ皆さんお楽しみに。なるほど、まあまあ第1弾まで読んでない人はぜひこれから読んでみてください。はい、ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画から新本慎太郎、はい、S くんでした。バイバーイ。まあこちらもよろしくお願いします。これが新本先生の本業なんです。そうそう、推しが我が家にやってきた、私が今連載している漫画ですので、これ本業だからこっち。いや、一応 YouTube 本業、ダブル本業ですので、よろしくお願いします。